ホセ・ハビエル・アカス・ソア、アルゼンチン・ミシオネス・シュー・ポサーダス出身の男子、プロテニス選手。主張という愛称がある。ATP ツアーで、シングルス3勝、ダブルス5勝を挙げた。彼は、男子テニス国別対抗戦デビスカップアルゼンチン、代表選手として、2006年と2008年の2度チームを、準優勝に導いた。四大大会では、2005年、 全仏オープン男子シングルス4回戦進出が自己最高成績である。自己最高ランキングはシングルス20位、ダブルス27位。私生活では左利きだがテニスだけは右利きでバックハンドストロークは片手打ち。赤スうソの表記も多い。赤スうソは祖父が経営するテニスクラブで2歳の時からテニスを始めた。少年時代は テニスとバスケットボールをプレーしていたが、12歳の時に、テニスへの専念を決意する。1999年に17歳でプロ入り。2002年7月、オレンジワルシャワオープン決勝で、同じアルゼンチンのフランコス・キラーリオ2から6、6から1、6から3で破り、ツアー初優勝を果たす。2004年にシングルス・ダブルスで1勝ずつを獲得。 2005年全仏オープン男子シ,シングルスで赤スソは4回戦に進出し、ここで4大大会の自己最高成績を出した。2回戦で、第3シードのアンディローディックを3から6、4から6、6から4、6から3、8から6の大逆転で破った。4回戦では、同じアルゼンチンのマリアノ・プエルタに4から6、1から6、1から6のストレートで完敗した。 この年はダブルスで、同じアルゼンチンのセバスティアン・プリエトと組んだ優勝が2つある。ホセ・アカス・ソが、デビスカップアルゼンチン代表となったのは、ようやく2006年になってからである。アカス・ソは最上位カテゴリーのワールドグループの1回戦、準々決勝、準決勝、決勝戦のすべてに起用され、アルゼンチン代表を1981年以来25年ぶり2度目の、 決勝に導いた。決勝のローシア戦は、モスクワにある、オリンピックスタジアムで行われた。2勝2敗で迎えた、最終第5試合のシングルス戦に起用された、アカスソア。最後の大詰めの舞台で、マラトサフィンに3から6、6から3、3から6、6から7で敗れてしまい、アルゼンチンは25年ぶりのチャンスを逃した。2年後の2008年、 アルゼンチン代表は2年ぶり3度目の決勝進出を果たす。今度はホームでスペインを迎えたが、ここでも赤すが、シングルス第4試合で、フェルナンド・ベルダスコに3から6、7から6、6から4、3から6、1から6のフルセットで敗れ、初優勝はならなかった。その後はランキングを大きく落としてしまい、ATP チャレンジャーツアーを中心に転戦していた。 2011年全仏オープンの予選1回戦で敗退した試合が最後の出場になり2012年2月に現役引退を正式に発表した W イコール優勝 F イコール準優勝 SF イコールベスト 4QF イコールベスト 8R イコール回戦敗退 RR イコールラウン敗退 Q イコール予選回戦敗退 LQ イコール予選敗退 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。